猫には骨がありませんね。なぜないのでしょう。昔々、これは竜宮城でのお話です。竜宮城の乙姫様は長い病気で、竜王様のご心配は一通りではありませんでした。今日もまた家来一同が死体を集めて、どうして乙姫様の病気を治そうかと相談を始めました。ひらめ殿、この家は猿の生き肝を姫に差し上げるよりではあるまい。と申しても、この竜宮城に猿はおらず。話はそこじゃ。あの猿ヶ島から猿を一匹生け取ってくることじゃ。なるほど。それはいいがして、誰を使いに出したものでござろうな。あの、いや、その宅兵はいかがでござる。口も八丁、手も八丁。おお、あれに限るわい。宅兵にさよう申して。ああ、というわけでな、お前に頼むことになったのじゃが、見事猿を生け捕りにしてきてもらいたい。いいか、これ、このように見事にな。ほら、ほら、何がおかしいんだ。この宅兵の命にかけまして、見事生け捕ってまいります。いや、何、心配ご無用。私が行くからには、もう猿の肝は手に入ったも同様にございます。おい、亀よ亀、亀はおらぬか。おお、来たか。春ヶ島まで大急ぎだ。ああ、気持ちいたしやした。さあ、お乗りなせ。よし、ほれ、いざ出陣だ。ははん、あれが目指す猿ヶ島だな。金子、頑張れ、もう一息だ。なんとはなんだ、手荒なことをするではない。この私はあなたを迎えにはるばる竜宮城から参りました。竜王様が島一番の歌いで、あなた様の歌を聴きたいと山のようなご馳走を準備して待っております。さあさあ、お早くおいでください。何、この俺を島一番の歌いでと。それは面白い。よし、心得た。
しようかい。ええ、よろしゅうございます。もう潰してしまった。え、しまった、大変なこと。どうしたんだい。お前の肝を欲しさにここまで連れ出したものを。何、さては俺を騙したな。どうしても城には帰れない。武士なら切腹するところだ。そうだ、せめてもの申し訳にこうしよう。この骨を持って帰って申し上げてくれ。タコ兵はこんなに骨を折って働きました。とうとう得て公に食い殺されました。じゃあこれが長野おいとまさようなら。さようなら。というわけで、それからタコには骨がなくなったということです。猛練習だ、猛練習。
ストップ大事にしてくれ。
大名じゃねえか。えらくとねえ、おらそうなったぜ。さあ、大量を入れ、繰り返そうか。オッケ合流地点には追分地蔵があります。この追分の近くに8代続いている旅籠蔦屋があります。今は現代的なホテルとして生まれ変わっています。ここのご主人はこう語っています。記録が残ってるのから数えればですね、まあ、8代ということになるんですけども、一応創業がですね、まあ、1677年だと。江戸時代はですね、今市も宿場町ですから、いわゆるあの旅館旗も今でいう民宿も含めてですね、大体31軒あったと言われてますね。その中で、まあ、1番館2番館3番館ってのありまして、1番館が7軒、2番館が11軒っていう形になります。その1番館っていうのが、まあ、とりあえず、まあ、一つはうちになるわけですけど、一番残ってるのは甲府だ、要するに甲ですね。今でいう例えばよく JTB さんとかいろんな旅行会社がですね、あの各旅館の入り口にこうやって掲げてありますね。それと同じような甲ですね、何々甲というのを作って東照宮お参りするわけですけども、その甲府だの指定を日光社さんで日光道中を旅するのは日本人だけではありませんでした。今市には朝鮮通信使の泊まった屋敷跡があります。鎖国していた当時、数少ない外交関係があった朝鮮からの使節も家康の礼に参詣したのです。